菅谷館とは、武蔵区に小薄間郡にあった、日本の城である。韓国城とも呼ばれる。昭和48年、国の史跡に指定された。館跡,跡には、埼玉県立嵐山史跡の博物館が設けられている。2017年4月6日、俗日本百名城に選定された。鎌倉幕府の有力御家人として知られる、畠山重忠の館跡,跡である。 畠山氏は、重忠の父、畠山重吉の代から、大里群馬竹山荘の僧児であり、重忠も当初は、道省内に館を置いていたが、やがて、鎌倉街道の要衝にあたる菅谷の地に移って、館を構えたのが始まりである。元休2年、畠山重忠が、武蔵国二股川で戦死した後は、畠山の名跡を継いだ足利義順の子孫に伝えられたというが、 15世紀後半に至るまでの詳細は不明である。長京2年、菅谷間そばの菅谷源において、三内上杉家と大木谷上杉家が激戦を繰り広げ、その前後に山内上杉や木田の命を受けた大田助安康が大木谷上杉法の拠点である川越城に対する抑えとして、菅谷の宮城を再興した。やがて、長京の乱と呼ばれた一連の戦乱は、 三内上杉方の勝利に終わり、敗れた大木谷上杉智義が一時間国城に遊兵された。以後、16世紀前半まで三内上杉家の拠点として使われる。その後は、天文15年の川越野戦以降にこの地域に進出したご法城氏によって戦国末期まで使われ、小泉家文助が城代となって守備している。 中世城郭研究会の中田正光によれば、当時の最前線だった松山城を強化する必要から、付近の青鳥城や杉山城と共に、この菅谷の球場もさらに築城拡大されたと述べており、全州を覆う堀には多くの檻が使用され、ここにはすべて横屋がかかる仕様、威扱いも兼ねた櫓、馬出しの併用、相互援助が想定された車館の作り、 外角を予想される広大な縄張り等の特徴を指摘し、このような実践的な城郭は、後法城市の典型的な特徴であり、それ以外は考えられないと指摘している。なお、過去の発掘調査の結果では、後法城市時代の遺物が出土していないため、杉山城と同様に後法城市進出以前に廃城になったという説もあるが、発掘調査面積自体が小規模だったため、 今後の調査次第では、畑山時代やご法上時代の遺物が出土する可能性も考えられる。館跡は、時川と月川の合流点北川の低台地にある平城で、館の付近を鎌倉街道上道が通っていた。館跡中央のやや南寄りに平面長方形の本格があり、その北側に2の角、3の車などを配置しており、 それぞれのクルワを土イと堀で防備している。土イの依存状況は良好であり、核の配置や土イの構築法には、近世的な平地色の特徴を伺うことができるが、本格は単格式の上管の面影をよく留めており、鎌倉時代における菅谷間の中心部分と考えられる。中世やカタートの遺構例としては希少な遺跡であり、保存度も極めて良好である。 1973年5月26日、菅谷館跡として国の史跡に指定された。ただし、当時指定管理方針が確定していなかったため、東側の堀跡の一部が未指定に終わった。1976年12月、1973年の指定において、未指定とされていた東側堀跡の一部を埼玉県が史跡用地として管理することが決まったので、 当該部分の追加指定がなされた。2008年3月28日、岸定の国の史跡、菅谷館跡に加えて、松山城跡、杉山城跡、小倉城跡が追加指定され、指定名称が、引き城館跡群に変更された。郵便番号355-0221埼玉県、引き群嵐山町大和菅谷、中田正光。 埼玉の古城市有峰書店新社1984年ありがとうございます。